この辺りに詳しいんですね。樹海に入るのは初めてだけどな。深そうな森だな。はぐれないように気をつけなきゃ。なんだありゃ。警告かな。これ以上立ち入るなって。その警告もミラには効果がないみたいだな。ここから行けるみたい。二人とも早く。臆病なのは男性陣だけのようで。やれやれ、狭い道は苦手だよ俺って。すらりと背が高いからね。こいつ攻撃範囲が広い。全員がダメージを食らっちまうぞ。厄介だな。エリーゼ来ちゃダメだ。お前をかばいながらでは戦えない。邪魔だ。ジュノー言わんことではない。みんな一斉に元気出して、僕たちがいるよ。今の回復術エリーザが使ったのか。お嬢ちゃんは下がってろ。私だって役に立てます。聞いてないわ。関係ないで行きましょう。すごいよエリーゼ。まだ震えが止まりません。まさかこの年でこんな術が使えるとはね。エリーゼに救われたな。エリーゼもう怖くないよ。違うの。仲良くしてよ。友達は仲良しがいいんだよ。私邪魔にならないようにするから。だからだってさ、エリーゼに免じて許してやれば。免じるも何も、別に私は怒ってなどいないが。うそん、ミラ君とジュード君もっと仲良しだったもんね。私頑張るから。いつの間にか私が悪者か。分かったよ。オレ、エリーゼに言うことあるだろう。心配かけちゃってたんだね。エリーゼありがとう。やっぱり友達はニコニコ楽しくだね。ミナもエリーゼの術があれば頼もしいでしょ。ありがとうエリーゼ。これからは当てにするぞ。うん、それじゃレッツゴー。
あんな術者と一緒ね。運いいわ、俺。
勘弁してくれ。この煙はなんだ。け目がしみる。催涙性の胞子だな、これ。これ、煙だけじゃないかな。目や鼻に入ると、しばらくは涙が止まらないんだ。こうなると気をつけろ。結構小さい虫がいるぞ。ミラ、あんな格好で虫に刺されないんでしょうか。あのピョンってなった髪で追っ払ってたりしてな。ふわ、虫の尻尾みたい。私のチャームポイントを尻尾と一緒にするな。チャームポイント、意外に意識してたんだ。この髪はシルフのやつが言ってくれたのだ。一応女なんだからおめかししろと言ってな。風の大精霊が言ってくれた髪なんて素敵ですね。あ、なかなか気に入っている。素早く振り回せば敵の不意をつく打撃も放てるしな。やっぱりそういう使い方するのかよ。Thank you.